じゃじゃーん、百均ダイソーさんのキュウリの種をまいたらこんなに立派なキュウリの苗ができました。見てください、こんなに大きい葉っぱ、そしてしっかりとした軸、茎、これだけ大きく育てばとても強く育つと思います。今回は2つの品種を種をまきました。和製節成キュウリとうどんこ病に強いキュウリです。和製節成キュウリは地梅キュウリになるので、台風や大風が吹いてもへっちゃら、下に這わせて収穫をするので傷ついたりする心配が少ないです。そしてもう一つのうどんこ病に強いキュウリ、これは立ちキュウリになって支柱を使って育てますが、とても形のいいキュウリが実るのが特徴です。苗を植え付けをする最低でも1時間前までにはたっぷりと苗に水を吸わせておきます。そうすれば植え付けをした後の活着、粘りも早くなります。はじめに立ちキュウリの苗を植え付けをするので合掌式に支柱を立てておきました。立ちキュウリは植え付けをする間隔が45センチ株間なので、それに合わせて支柱も45センチ間隔で右と左と合掌式になるように作っておきました。苗の植え付けをする場所は支柱の外側です。ポリポットの表面の土の高さと畝の高さが平らになるように穴を掘ります。まだ日中がとても暑いので、このままだと枯れる心配があるから、たっぷりと水を与えます。目安でコップ1杯ぐらいです。苗の茎を指2本で挟んで、水切り穴をちょんと押せば苗が簡単に抜くことができます。ここで根っこが赤くなっていないかよくチェックをします。綺麗な根鉢が形成されてます。そっと手を置いて、そのままゆっくり苗を落とします。土を埋め戻しをします。両手の手のひらを使って株元周りをキュッと下に押さえます。こうすることで乾燥が防げます。そして最後の仕上げに上から水もたっぷりと与えます。まだ苗はとても小さいので支柱に結ぶことはできません。笹竹など30センチぐらいに切ったものを斜めに添い入れ刺しておくと、強く途中で風が吹いても倒れる心配がありません。植え付けが終わった後はもみ殻、稲わらなどを使って株元に敷きましょう。強く途中雨が降って泥の跳ね返りを防いだり、雨が降らない環境でも畑の水分が異常に上の方に逃げてしまうのを防ぐことができます。立ちキュウリの苗の植え付けが終わりました。あと2週間も経てばつるが上の方に長く伸びてくるので、麻紐を使って八の字結びで支柱に結んであげれば風が強く吹いても倒される心配はありません。まだ暑さが続いているので毎日朝1回、夕方になっても乾いているようだったらもう1回、1日2回ぐらい与えてあげると元気よく育ちます。次は地面を張ってつるが伸びていく地梅キュウリの苗の植え付けをします。植え付けをするところの畝幅は1メートル、苗を植え付けをしていく間隔、株間は95センチにします。苗は真ん中よりも伸ばしたい方の反対側に斜めに寝かせて植え付けをすると場所が有効活用できます。苗を植える時には畝の肩から10センチぐらい内側になるところに穴を掘ってから植え付けをするとすごく栽培しやすいです。穴を同じように掘ってから先に水をたっぷりとコップ1杯分ぐらい水を入れておきます。そうするととても根付きが早いです。植え付けは同じです。2本の指で軸を支えて反対側を押してあげるときれいに苗を取り出すことができます。そのままそっと植え付けをして掘り出した土を戻して手で押さえます。水をたっぷりと株元に与えます。このままだと風が途中吹いた時に芯先がいろんな方向を向いてしまうので、防草シート、マルチシートなどを押さえる U 字ピンなどがあります。こういったものをつるの先端を挟むように刺してあげると一定の方向を向いて揃いやすくなります。またこれでも乾燥を防ぐ目的と、草が生えない、そして風に対して強い、泥の跳ね返りを防ぐために稲わら、また枯れ草とかでも大丈夫です。
こういうものを周りに敷いてあげると病気とかまた折れたりすることがなくなります。はい、ということで今日は100均ダイソーさんのキュウリの種を使って苗を育てたものを畑に植え付けをしてみました。一昔まではお盆ちょっと過ぎた頃に苗を植えるものでしたが、ここ近年では異常な暑さが長く続いているということもあって、秋の彼岸頃に種をまいてもキュウリを育てることができるようになりました。皆さんもまだ栽培したことない方いましたら、ぜひチャレンジしてみてください。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。よっよっ。